果物畑でこう作業してて、いろんな雑草ありますけれども、全てが全てね、まあ、邪魔者じゃないじゃないですか、うんうん、なんか残しておきたい雑草とかって何かあります？カラスのエンドウとタンポポとクローバーとハコベですね。カラスのエンドウとクローバーはマメ科の植物なので、まあ空気中にある窒素を取り込んで地面に定着してくれる。あの窒素固定っていうやつですね。そうですね、窒素固定してくれる、うん、で、タンポポは根が深くまで行くんですよねなのでその根が伸びるときに畑を耕してくれて、でさらに、背がそこまで伸びないから残しておいて、あ、なるほどね。まあ、ハコベはもともとそこまで背が高くならない雑草なので、まあ、残しておいてもいいのかなっていう感じで、まあ、草刈りすると一気にバーって買っちゃうから結局全部ねこれ残したいと思っても買っちゃうことにはなっちゃいますよね。そうですね。カラスのエンドも結局どんどん大きくなります、ね、膝丈ぐらいになりますもんね。なりますね。その点クローバーはそんなに高くはならないんで、確かにやっぱ除葉マーで50ミリぐらいだったら、ね、全然クローバーも残りますしね。そうですね、残りますね。